最新雨情報です。飯島さん、この後も雨が続き、はい、関東地方など特に残る地域もありそうですね、はい、関東地方はこれからがピークになりそうですね、はい、午前9時の実況天気図でご覧いただきますと、四国の太平洋側にある低気圧、この低気圧が現在は東海地方に進んできています。で、ひまわりの画像で言いましても、特にこの東海地方のあたりで雲が発達をしている様子が分かります。で、現在低気圧なんですけれども、はい、どこにあるかというのをちょっと解析してみたんですね。今最も強い雨が降っているのが実は静岡県の御前崎、ここで 36.5 ミリの激しい雨が降っていますが、それ以外はワンランク落ちるような形なんですね。で、これと風や雨雲レーダーを参考に低気圧や前線の位置を解析してみたんですけれども、はい、もう一度書き直しますね。先ほどまで低気圧は和歌山県の南部のあたり潮岬付近にあったんですけれども、この低気圧が移動したというよりも低気圧が、の中心が御前崎付近のものにシフトしたようです。そしてこの御前崎付近の低気圧からさらに温暖前線がこのような格好に伸びているんですけれども、この低気圧とともに強い雨雲はこの後東北東に移動しますので、この後は雨の中心が静岡県の東部から関東地方の南部に移ってくるような予想ですね、はい、で、この温暖前線が東西に伸びている形、この形のところに東北東に低気圧が進みますので、伊豆半島、静岡県の東部や伊豆半島、そして相模湾周辺から房総半島南部などではこの後強い雨、場合によっては激しい雨が続いてやはり大雨になる可能性があります、はい、この後の降水のシミュレーションを進めていきます。12時から進めていきますと、まあ、このシミュレーションより少し早いようなんですけれども、はい、15時頃になるとこの活発な雨雲は静岡県の東部や関東の南部にかかってくる予想です。そしてさらに18時頃にかけては神奈川県や千葉県、房総半島の南部を中心にこの、雨雲がかかって、場合によっては30ミリを超える激しい雨が降って大雨になる可能性がありますね。東京都心はどうかというところなんですけれども、この雨雲の中心よりは少し北に外れそうですけれども、まあ、それでも雨量が多くなって、都市型の冠水等の被害が生じる可能性もありますし、またこの前線の北側では濃い霧が発生しやすくなります、はい、まあ、現在でもこの窓の外を見ますとかなり低い雲が垂れ込めているんですけれども、こういった雲が夕方頃にかけてさらに濃くなることによって交通機関への影響が出る可能性もあります、はい、長く続く雨ではないので、雨が落ち着いてくるまで待機しても良さそうですね。そうですね、はい、だから今から数年、4年ほど前に令和2年7月豪雨というのが九州を中心にありましたけれども、その時のような豪雨災害に至るほどの大雨ではないと思います、はい、したら油断はできません。そうですね、引き続き最新の情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。